ていただきたいなと思います。冷えピタスカちゃんのいいんですよ、冷えピタも使ってください。確かにいいですね、熱中症予防に効きますもんね。私はあまり冷えピタ使わないんですけれども、確かにね、炎天下の中ちょっと使う勇気は私にはまだないんですけれども、お家で使うのはいいですよね。お家で使うのはいいと思うので、まあ、もちろん屋外でもね使う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、皆さんも組み合わせてお使いいただければと思います。いいな、溶かしちゃう。アイスも買っていいんですよ、買ってもいいんです。アイスもたくさん買ってください、美味しいですからね、うん、お腹壊さないようにしていただきたいなと思います。ガリガリ君食べちゃったっていいんですよ、食べちゃって。ガリガリ君今何味があるんですか？期間限定の味とかあるじゃないですか。私昔食べて美味しかったなと思ったのが梨味ですね。今もあるんでしょうか？あります？あ、時期になると出てくるんですね。今後も楽しみにしております。ぜひ皆さんの夏の乗り切り方についてもお聞きできればなと思っております。